はい、今回はですね、ダブルスイスセーフカード紹介ということで、今回はですね、めちゃめちゃ渋い、誰もが知らないようなカードを紹介したいと思います。じゃじゃん。絶対知らないでしょ、皆さん。クレイグ・ベラミーです。ウェールズ代表。まあもちろんね、元ウェールズ代表でも現役は引退してるんですけど、この、まあもちろんね、もう、あれ、動画とかテレビでしか見てない選手なんですけど、なんて村はあるんですけど、とりあえず大舞台に強いというかね、スピードがあってよく走ってひたすらゴールを狙うみたいな感じのね。まあただフィジカルがないんで安定して試合出たりとかね、なかなかそういうのは難しいんですけど、いや、めちゃめちゃいい選手のクレイグ・ベラミー。まあこのユニフォーム見てもらったら分かる通り、リバプールでもね、何年かプレイしてて、ただまあ安定性がなかったんでね、すぐ放出されてしまいましたけど。いやー、いい選手ね、クレイグ・ベラミー。まあ、いわゆる典型的なこうイギリス人プレイヤー。気性が荒くてさ、もう肉体ごと突っ込んでいくみたいなさ。でも身長その高いね、172か3？あ、ちゃう、168って書いてるわ。めっちゃ小さいね、本当にもうスピード系の、突貫構造や。ね、ウェールズで言えばこの前ね、ベイルがゴール決めて、ワールドカップ出場決まりましたからね。あの試合さ、もちろんウクライナかわいそうやけど、ウェールズもすごいからさ、60何年ぶりの出場や。そら、出場させてやりたいね。まあ、ウクライナな、ウクライナ惜しかったね、本当に。まあ、しょうがないよな。あんな状況の中でね、落ち着いて練習もできへんやろしね。まあ、ちょっとウクライナの話になっちゃいましたけど、クレイグ・ベラミーさん。はい、皆さんね、一家に一枚、ウェールズ人は、持っといた方がいいよ。クレイグ・ベラミー。まあでも、どんだけね、この人がすごいかって言われても、なかなか、ピンとこうへんと思うんで、まあ YouTube の動画見てください。もうそれしか無理なんでね。はい。まあでも、ベイルよりはすごくないです。ベイルは別格なんで。ベイルはもう、ちょっと飛び抜けてるんでね。飛び抜けてますけど、あの人もちょっと性格的に難しい人なんで。なかなか大変っす。扱うのがね。まあ、このベラミもそう、確かね、この人も結構性格で難しい人らしいんですよ。確か。なんかね、酔っ払ってゴルフクラブでリーセかなんか押そうとしたみたいなね。危ない、ゴルフクラブですよ。一つ間違ったら死ぬじゃないですか。っていうぐらいの危険な性格なんですけど、まあでもね、愛されるんですね、こういう危険な性格がイギリスではね。まあそんな感じで、ちょっとマニアックでしたけど、クレイグ・ベラミーの紹介でした。ありがとうございました。